はいどうも、 GF チャンネルのイッチです。本日はね、奥多摩に来ております。今日はね、この後、バスに乗って川乗り橋へ行きたいと思います。それではね、バス停を降りて、今ですね、登山口に来ました。ここからね、スタートしていきたいと思います。今日ね、一緒に登る仲間を紹介したいと思います。ゆうすけさんとみほこさん今日はね、この3名で行きたいと思います。お願いします。はい、立川のラン仲間でございますスタートをねして、しばらくはこうやってまあ車道というか林道歩きになりますね。寒い、氷点下ぐらいですね、多分ね。つららを見つけました。ほら、つららがある。この辺とか、ほら、これってこと、凍ってる。すごい。はい、バス停からね、3キロちょっと歩いてきて、登山道のね、入り口にやってきました。ここからまずはね、百広の滝ね、目指していきたいと思います。百広の滝、すごい葉っぱがこう凍ってなかなかの、いやいいね、ここは。つらら、すごっ、ここにめっちゃでかい、こんなつらら、パチンコチン、すごっ。結構揺れる。まあ結構ね、ずっと沢沿いを歩くんですけど、まあ、道がねちょっと狭いんで、あの谷川やっぱり結構切れてるんで、よいしょ、慎重にね歩くようにしてください。落ちちゃうともう上がってこれないですよ。狭いここは狭いですよ。よいしょ、こんな感じ。あとね、足元のね凍ってるところもあったりとかして危ないですね。百広のね滝は、まあ、数年前に一度来たことがあるんですが、その時は鳩ノ巣駅からね来ました。で、奥多摩ってものすごくねいろんな滝があるんですけど、その今日行く百広の滝が個人的にはね一番迫力があって、好きな場所ですね。
お、もう近いよ。見えてるね、百尋の滝。凍ってる。はい、到着しました。百尋の滝です。よいしょよいしょ、じゃん。すごい、全部凍ってるわけじゃないんだけど、一部分で凍ってますね。そして滝壺、ここはもう全部凍ってます。すごい、石とかも乗っかってるもんね。ほらカチンコチン、すごっ、張った。上でスケートとかできそうな。凍ってる、すごい。はい、それではね、百尋の滝をね後にしまして、これからね川の里山にね向かって、標高差 500m くらいをね登っていきたいと思います。大変ですよ、気をつけてね。この辺ね、かなりね気温が低いですね。この辺りは何度ぐらいなんだろうか。マイナス10度。もう少しで着くのかな。ここでね尾根に出てきましたので、もうすぐね、すぐそこが川の山の山頂に行きたいと思います。はい、本日の最高標高の川の里山、イエーイ、1363m です。そして回り込むと、お、富士山が見えますよ。よいしょ、あの間から富士山だ。本日はね、この川乗り橋のバス停からスタートをして、ずっと上がってきて百尋の滝で、そこから今ね川乗り山に来てます。で、ここから今日はこの赤グナ尾根を降りてきて、ずっと降りて、今ねゴールはコリの、ね、駅まで行きたいと思います。山頂でエネルギー補給をしたんでね、これからコリのね駅に向かってね、どんどん降りていきたいと思います。元松駅に行きそうになるんですけど、こっちですね、文字が見えづらいですけど、小里駅に向かってね行きますよ。この赤グナ尾根の名前の由来、赤グナ山923m。じゃあこっちかな、堀行きは。よしよし、はい、無事に本日のゴール堀駅にやってきました。はい、ということでね、本日は奥多摩駅を朝スタートして、バスに乗って川乗り橋までね行って、そこから川乗り山、そして今堀駅までね降りてきました。なかなかねいいトレイルがねたくさんありますので、皆さんもぜひぜひこの奥多摩の地に遊びに来てみてください。はい、ということで、またどこかの山で会いましょう。じゃあまたねー。